通りを歩いてみますと空いているテナントもありますがこちらを見ると閉まっているところもあります西堀ローサのオープンは1976年かつてはにぎわいを見せましたが大和と三越2つの百貨店の撤退に象徴される中心市街地の衰退とともにテナントの閉鎖が相次ぎました運営は 市の第三セクターの新潟地価開発2006年には筆頭株主である新潟市が9億円を貸し付けました新潟市によりますと返済期限が再来年10月に迫る中返済は困難として新潟地価開発は解散の方向で検討を進めているということですやはりもっともっとここを活用なさって 進展につながっていくと、もっと新潟の方たちが、あの利用度が多くなったりするといいんじゃありませんかね。あの雨が降った時とか、冬場の寒い時に、あの散歩コースとしては。あの本当抜群だったんで、えー、ここが通れなくなるとか、あの使えなくなると、ちょっと不便だなと思いましたね。新潟地下開発は、二十日に開催する臨時株主総会で詳細を説明します。